お次は特急スーパー北斗5号で、洞爺駅まで向かいます。洞爺駅まで向かうことで、この先の乗り換えの時間を短縮でき、比較的スムーズに目的を遂行できるのです。目的というのは、今日中にたどりたいルートを行くことで、本日はこの後洞爺駅へ向かい、ひたすら普通列車を乗り継いで、札幌に向かいます。札幌では特に外に出ることもせず、石狩ライナーという区間快速列車に乗って、岩見沢へ向かいます。その後もまた普通列車を乗り継ぎ、滝川、富良野、旭川の順にたどり、目的地は旭川となります。やってきたのはキハ281系、JR 北海道最初の特急車両です。この列車は登場当時画期的な機動車として注目を浴びました。繰り越し機車両で、函館本線を爆走してくれる、名実ともにスーパー特急です。今は261系が活躍する中、この列車が来てくれたことに喜びを感じております。なかなか出会えない車両になってきてますのでね。自分の乗る車両はもっと向こうでした。普通車指定席ですが、なかなか混雑しています。北海道の観光客は、国内海外ともに多いですからね。281系もリニューアルされて、行き先表示器も LCD になっています。座席も、261系と同じものになっているようです。紫色の座席で、チケットホルダーがついています。基本的に連続窓ですが、車端部は個別の窓です。足元に何やら機器があって、広々とは言えませんが、しかし足を伸ばせますのでいいでしょう。さて、初めての北海道の特急列車ですので、あの特徴的な放送を楽しませてもらいますか。ウプ主はあの放送について、自動放送というよりは、丁寧な車掌さんによる放送という感想を抱きます。JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急スーパー北斗5号札幌行きです。停車駅は大沼公園、森、八雲、おしゃまんべ、東屋、伊達門別、東室蘭、上り別、苫小牧、南千歳、新札幌、終着札幌です。列車は7両編成、前が7号車、後ろが1号車です。車内は全て禁煙で、自由席は6号車と7号車です。車掌室は3号車にあります。その他車内のご案内はインフォメーションボードをご覧ください。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。それでは目的地までごゆっくりお過ごしください。国定公園である大沼公園に到着。大沼はこちらの車窓よりも反対側の方で見えます。駒ヶ岳の麓の湖で、複数の湖も総称して大沼と呼ばれるようです。松島のように湖に浮かぶ小島が美しいところです。大ヒット曲の千の風になっても、この大沼公園から着想を得たのですね。駒ヶ岳はサイドビューでは台形に見えますが、もともと葉富士山のような形をしており、それが噴火によって崩壊して現在の形になりました。前述した大沼に浮かぶ小島はその噴火の岩石によるものです。まもなく森駅に到着。大沼の駅からこの列車は大沼公園経由では知ってきましたが、駒ヶ岳を囲むようにして海沿いのルートも存在します。ウプ主が通ってきたルートは山側とでも言うべきでしょうか。運賃計算はどちら経由でも距離が短い方、すなわち山ルートで計算されるようです。これは確か海ルートが先に函館本線として開業しており、後から短絡線の山ルートが作られたんでしたっけ。間違ってたら申し訳ありません。この辺はよくトワイライトエクスプレスなんかで上りと下りの時間が違う理由として語られることもありました。トワイライトエクスプレスの大阪行きは真に日本一長い距離を走行する寝台特急でした。しかしランチタイムがあったのは札幌行きの方でしたがね。森に到着です。一番先到着お出口左側です。降りのお客様、お願いいたします。森の次は八雲に停まります。各駅降りのお客様、連れ車おしゃまんべ行き2番線から10時7分の乗り換えです。
森からは内浦湾沿いを走行してまいります。内浦湾は別名噴火湾とも言われておりますが、湾の形が円形であることから噴火によるものであると推測されたためにこの名称も知られております。しかし実際にはその証拠が周囲には見当たらず、噴火によってできた説は薄いものとなっておりますが、面白い話ではあります。沿岸では漁業ホタテ貝の養殖が盛んであります。また湾口は30キロ程度であり、ここが鉄道でショートカットできたならば、ものすごい時間短縮が実現できます。高速運転で爽快なのですが、揺れは結構ありますね。まあそれも相まって爽快ですか。山陰線、伯備線の特急列車の名前を北海道で聞けるとは、八雲駅に到着であります。八肉もと書いて八雲ですが、スサノオノミコトが呼んだ日本最古の和歌に由来した地名なのだとか。281系は JR 四国に導入された2000系機動車の設計をもとにしており、国内の在来線機動車による営業時速130キロを実現した車両でもありました。キハ281系は試作車として大いに活躍し、その発展型である車両キハ283系が誕生いたしました。キハ281系はスーパー北斗、キハ283系はスーパー大空として主に活躍してきました。それまでのキハ183系から随分進化したものでした。今では最新のキハ261系が活躍しておりますが、この車両は車体傾斜装置を採用している上に故障が相次ぎ、その機能を使用停止しているため、今日でもやはりスピード感あふれる車両はキハ281系となっております。ただ、ウプ主も随分贅沢になったもので、このキハ281系の加速度が随分遅いと感じてしまうものですが、まあもう誕生からいい年月が経っていますので、今ではどの列車も加速性能の良いものばかりで、この車両が劣るのも仕方ないでしょう。そもそも機動車といえば、この加速の遅さがいいのであって、それを体験したいがために、機動車に乗りたいと願ったものでした。今関西圏を走っているキハ189系なんかですと、間によってわざわざ自らの性能をチェンジできるのですが、新快速と同じ区間を走行するときは、それはもう全力では走りますから、加速も凄まじいものです。キハ187系も、電車以上の加速性能を持つ機動車として謳われたりしますね。この北海道にも、キハ201系という、電車と連結して走る、いわゆる協調運転をする機動車もありますから、本当にすごいものです。Please make preparations in good time, check to make sure that you have not left anything behind, and wait at the doors. The stop after Oshamambe is Toya. Thank you. ご乗車いただきましてありがとうございました。Oshamambeに到着です。2番線の到着でお出口は右側です。お忘れ物落とし物なさいませんようご注意ください。特急スーパーオフト5号をご利用いただきましてありがとうございました。おしゃまんべの次は荒野に停まります。まもなくおしゃまんべ、お出口は右側です。
JR 北海道の車両には、JR 東日本の特急で使われる、4点チャイムと呼ばれているものもついているのが、面白いですね。かつて JR 北海道の特急列車も、789系が青函トンネルを通って本州に渡っていましたしね。さて、オシャマンベイキも、寝台特急でよく存じておりました。ただ初めて来ますし降りたこともないので、どんなところか詳しくわからないのが、正直なところです。しかし、ここはかつて機関区や車掌区、鉄道郵便局の支局などがあったところで、当時その敷地は広大なものであったようです。側線の数は減っているようですが、確かにその名残は伺えますね。駅は未だに、客車列車が、今にも入ってきそうな雰囲気を漂わせております。2030年頃を予定している、北海道新幹線札幌延伸が実現する際、ここも新幹線の駅ができるようです。JR 東日本の E651 系のような魅力が感じられますね。しかし E651 系のようなタキシードボディの紳士らしい落ち着きのあるかっこよさではなく、振り子車両で爆走機動車の暴れん坊的なやんちゃさのあるキハ281系のかっこよさです。ついた感じのライトが暗色系で、壁は白が基調です。ドアはクラブドアで、気密性が良いです。東屋駅に到着、ここで降ります。キハ281系、札幌まで乗っていたいくらい面白い列車ですが、この旅は18切符の旅だということを忘れてはなりません。ウプ主は普通列車で北海道を行くのです。でもまあ18切符の使い方として、普段行けない遠くの珍しい列車を見るために、そこまでの格安の乗車券とするのは大いにありですよね。JR 初期の車両にクラブドアはよく見られます。ここから乗車する方も多いようですね。東屋も観光地として有名ですからね。北海道には温泉が数多く盛られます。ここ東屋も、東屋湖のほとりにあります。ドーナツ型の東屋湖を見るだけでも来られる方も多くいるはずです。
それでは、今回は番外編みたいな形になりましたが、ここまでとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。次回からまた18切符でのんびり行った日が再開します。北海道はでかいですからね、残された時間でまんべんなく楽しむことはできませんが、しかし一気に巡ってはつまらないので、初めはなんとなくのんびり楽しませていただきましょう。